最後にこの時代の区分に基づきまして文化交流の大きな流れについて申し上げておきます。文化交流は非常に多様でありまして、このようにこう簡単にくくることはできないのですが、やはりそれぞれの時代の中で一番大きなトレンドというものを知っておくことが、まあ、複雑な文化交流を理解する上でも大事であるというふうに考えております。